無加工でこの細さです。氷川奈美、すらり美脚あらわな撮影を不所所生代面のスタッフも、惚れ惚れ。女優の氷川奈美、37、が28日までに、ファッション雑誌、大人百科、角川春樹事務所の公式、インスタグラムに登場。美しいスタイルが際立つ、爽やかコーデを披露している。この日、同公式は、夏号は、スペシャルゲストが目白押し、そのうちの一人が、女優の氷川奈美さんですと6月10日発売の、大人百科スンメリッスへの紙面企画を PR。初めてお会いしたのですが、腰の位置の高さと、まっすぐなすらり足に惚れ惚れ、無加工でこの細さです。という大絶賛のスタッフ評とともに、青空の下、屋外のコンクリート上で笑顔を浮かべる氷川の全身ショットを投稿した。写真の氷川は、レトロなデザインの長袖トップスに白スカートを合わせた、清涼感あふれるファッションを披露。遠目からでもわかる、華やかなビジュアルは、もちろんのこと、まっすぐに伸びた、細い素足や、等身バランスの良さなど、抜群のプロポーションに目を奪われる。氷川さんは、以前より、SNS で足を出したショットを投稿するたびに、足が綺麗すぎる、私の腕より細いなどと話題を呼び、時には、痩せすぎじゃない？大丈夫かな？といった、心配の声も寄せられてきました。2022年2月に、自身3冊目となる写真集、本心、集英社を出して以降、投稿される近影や衣装は、パンツスタイルやロングドレスといった露出控えめなファッションが中心となっており、良くも悪くも注目を集めがちな美脚をあえて封印していた印象があります。そんな氷川さんですが、この度の撮影オフショットでは、白のギャザースカートをポイントにした清楚なコーディネートで、久々にヘルシーな美脚を披露しています。彼女の上品なイメージにもぴったりで、ファンにとっても眼福な一枚でしょう、女性誌ライター。太って見えると言われるテレビ画面越しでも、十分スリムに見える氷川。もしも街ですれ違ったら、その美貌と完璧なプロポーションに圧倒されそうだ。